はい、皆さんこんにちは、Aトラベルです。さあ今回はですね、またまた新しく見つけてきました。ニューマパ EAA バージョン 6.0 で遊んでいきます。で、荷物の方はこちらのフロアパネルですね。重量は21トンほどあります。こちらをオーヒギンスっていう場所から、コクランっていう場所まで、距離はおよそ216キロありますね。で、途中で、まあ、フェリーなり乗るようなことになってたんで、多少はちょっと短くなると思うんですけど、だいたい200キロぐらいの距離、やっていきたいと思います。じゃあ早速やっていきましょう。はい、エンジンかけます。じゃあギア入れて、サイド落として、ハザード消して、はい、やってきます。白いですよね。どれや道。自由線や。やな。でもなんか周りはねうっすら白くて、道の上がやたら白いというね。あちょっと滑るかもしれん。これハンドルがクイックに効かん。すごい山道入っていきますよこれ。あ、前の車遅そうやな。あれで山道になって雪がなくなるというね。うわ、綺麗。久しぶりに国道っぽいぞ。
混むんですよね。これで対向車来たらちょっときついな。来たら来たでおもろいんですけどね。わ、下のクリスマスツリーがめちゃめちゃ揺れてる。この画面以外じゃちょっと結構難しいな。いつまで続くんやろ。橋だけ広いし、左側の標識が向こう側を向いてるっていうことは対向車が来てもおかしくなっちゃうんですよね。これでも実際来たらやばいやろな。お、なんか曇る。道なりついていけばいいんかな。左も道あるけど、いいよね。お、あまま。あれ、対向車？マッパですかね、マッパ EAA なんですけど、これまためちゃめちゃ広いですよ。めちゃめちゃマップが広くて、またあの最後にお見せしますけどね、一番最初からこのマップモッドを導入してですね、一番最初だから自分の本拠地見つける画面になるじゃないですか。一番最初のマップ出すとき、自分の本拠地を見つける画面に変わるまで結構な時間があるじゃん。
結構っつっても、でも3分ぐらいかな。でも3分動かん状態って言ったら固まってるかと思っちゃうじゃないですか。だからもしあのこのマップをやられる方は、あのそこら辺をねグッと我慢して、あのバグってるわけじゃないから、ひたすら待ってくださいね。そんなに私のやつもあのそんな悪いパソコンではないと思ってるんで、あの、まあ、3分でももしかしたら早い方かもしれないですよ。あの もしかしたら5分ぐらい待つかもしれないですけど、あの基本固まってないはずなんで、バグってるわけじゃないんで、あの一度トイレにでも行ってですねあの気長に待ってもらった方がいいですね。途中で自分からあのストップかけるんじゃなくてね。それぐらいマップが多分でかいから重たいんですよ。そこだけ気をつけてくださいね。雪山が綺麗。ちなみにですね、ユーロトラックのバージョンは 1.39 ですね。 1.39 でちゃんと遊べるんで、最新版ですね。ぜひダウンロードしてみてほしいと思いますね。もう広すぎて広すぎてね、どこが楽しそうな街なんか、街というか道ね、どの道が楽しそうかって探すも相当しんどいんですけどまあそれぐらい広いっすよ。大変。じゃないはずなんですよね。舗装ではないと思うんで、やっぱ国道ですよね。ここら辺は2車線ありますけどね。さっきまでずっと舗装1車線やったんですかね。一応国道マップやろな、ここら辺は。でもあの普通に何回も言いますけど、マップがめちゃめちゃでっかいんで、高速道路とかね、普通の一般の道もありますからね。だからオールマイティに遊べるマップですよね。まっすぐでいいかな。あ、港着いた。あれ、もう終わり。船乗ります。は
はい、到着しましたね。はい、やっていきましょう。もうゴール見えてますね、これ。霧がすごいな、これ。霧なんかな。おお、霧っぽい。また雪や。すげえ。もうやってる。いいんかな。いきなり右？ナビ言うの？おっさん。曲がる場所が見えん。え？これ？わかりにくいわ。これでいいんかな？あるある。バックっぽいぞ、なんか。あれ？全然やばい。何にも気にしなかった。ああ、ないんや。扉そこまでしか開かん？後ろの車のこと何も考えてなかった。やな。え、すっごい難しいやん。どうなってんのこれ。うわ、
っちゃ難しいやん。入るかな、これ。こいつ邪魔、これギリギリいけるんか。よし、線が見えん。あ、あんなとこかい。わお。許して。これで許しなさい。難しすぎ。はい、じゃあニュートラル、サイドブレーキ、ハザード耐低、エンジンオフ。はい、外行きます。上等上もいいっしょこれ。もう変なとこに荷物置かんといてよ。別にここに止める理由ってないのね。ああ、ほんと下手。はい、ということで今回はですね、ニューマパ EAA バージョン 6.0 で遊んできましたね。荷物はこちらのフロアパネル、重量は21トンほどあります。こちらをオーヒギンスっていう場所からコクランっていうところまで、距離はおよそ216キロですね。ではですね、マップをお見せします。今走ってきたのがここですね。このオーヒギンスっていうところからこちらのコクランっていうところまで。あれでですね、これもマップがこれで一番もう目いっぱい引いてる状態なんですけど、まあこんな感じで、上の方もこれずっとあってすごいでしょ。ここら辺もね、ここら辺もね、これでね、もう全然右の方ももうむちゃくちゃあるわけですよ。これ結構大変でしょ。全部走ろうと思ってもなかなかしんどいですよ。ここら辺も楽しそう。そういうわけでですね、めちゃめちゃこれも楽しめるんで、方はぜひですね、ダウンロードしていただきたいと思います。まあだからね、途中でも言いましたけど、もう高速があったり、普通の舗装されてる一般道があったりで、今回みたいに、ちょっと砂利道があるような国道もあったり、あとあの舗装されてるけどもごっつい峠道あったりとかですね、アップダウンが激しいね。まだまだ楽しそうなところね、いっぱいありますんで、皆さんもぜひやってみてください。はい、ということで今回はですね、この辺で終わりにしたいと思います。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価いただけますと、とっても励みになりますので、よろしくお願いしたいと思います。はい、それでは皆さん、ぜひまた遊びに来てくださいね。どうもありがとうございました。またねー。